ウォーターォードはアイルランド南東部に位置する同国で5番目に大きいシティ。914年にバイキングが建設した国内最古の都市であり、地名もコノルド語の羊のフィヨルドまたは風のフィヨルドという言葉が由来となっている。アイルランド語ではポルトラールゲ。市議会はウォーターォード市内とキルケニー県に属する近郊を管轄しており、 2006年の人口49,213人のうち45,748人が前社に3,465人が後者に暮らしている。市街は港の先端に位置する。1497年に当時イングランドの多い継承権を主張していたランバート・シムネルとパーキン・ワオベックの主張を退けたため、ヘンリー7世から兵庫・ウォーター・フォードは未だ侵されざる。 町をたまわった。クロムウェルのアイルランド侵略では二度包囲され、1649年の第1回包囲では持ちこたえたが、翌年の第2回包囲でヘンリー・アイ・アトンに降伏した。町のシンボルであるレジナルドの塔は10世紀の建造で、漆喰を使ったものとしてはアイルランド最古の建造物だと言われている。市街を流れるシュール川は長きにわたる ウォーターフォードの海運史の基礎を形作ってきた。ウォーターフォード港は1000年以上前からアイルランドの主要港であり続け、19世紀には造船が花開いた。ネプチューン造船所のオーナーを務めたマルコムソン家は1850年代中頃から1860年代後期に、かけ5隻の大西洋旅客ライナーを含む当時、世界最大の鉄製蒸気船を建造。 経営したガラス細工のウォーターンフォードクリスタルで知られる。ダブリンからは国道 N7、高速道路 M7 と M9 を経由してつながっている。ホークへは国道の N25 でつながっている。ダブリンからはバスエアンと JJ キャベノーサンズの2社が長距離バスを運行している。バスエアンは他都市とのバスも運行している。ウォーターンフォード駅から ダブリンのヒューストン駅とキルケニー方面に列車が走っている。鉄道事業者はイルンロードエールン。ウォーターフォードの気候は他の地域と同様、西岸海洋性気候に分類される。ただし、アイルランドの他の県と比べると日照時間は長く、降水量も少ない。最も暖かくなるのは6月から8月にかけて、雨が降りやすいのは10月から1月にかけてである。 abchttp コロンスラッシュスラッシュ www.weterfordcity.ie スラッシュシティスラッシュヒストリー .htm ハットエビディスカバーウォーターフォードバイアモン・マッキンリーセンサス2006ポピレーションクラシファイドバイエリアクソアイハットエニューヒストリーオブ・クロムウェルエス・アイリッシュキャンペーンバイ・フィリップ・マクアイバーディスカバーウォーターフォード バイエアーモン・マッキンニー、ありがとうございます。